はい、どうもこんにちは、ちるこです。今日はスモーカーが来てるので行きたいと思います。メンバーはこのメンバーです。今サディちゃんが来てるのになぜスモーカーっていう風に思った方がいると思うんですけど、私サディちゃん本当クリアできないんですよ。もう恥ずかしいんですけど、一回クリアしたんですよ。それでも なんでクリアできたんですかね。もう多分運が良かったんだと思います。なんかお肉もちゃんと出て、スロットの揃えもよくって、ほんと運が良かったとしか思えないですね。もうその一回クリアしてから一回もクリアできないんですよ。サディちゃんのエキスパートなんですけど、ほんといや、それぐらいまず下手っていうのもあるんですけどね。私がお恥ずかしい、あ、そう、ヘタピなんで、温かい目で見ていただけると嬉しいです。お願いします。はい。よし。どうしようかな。よし。はい、どうでしょう、私のヘナチョコぶり。このね、これが私です。あ、で、私今、実は白ひげを持っているんです。白ひげ当たった時なんですけど、割と何て言ったらいいんですかね、トレトレを始めた頃、初めの方に当たったんですね。で、なのでもうコストオーバーでもうほぼ使えないっていう、もうほんとそんな感じだったんですよ。で、ほんと割と最近になって海賊レベルも上がって、でようやく使うようになってきましたね。だからなんか宝の持ち腐れみたいな感じでしたよね。もうなんで白ひげ持ってるのに、もうなんで使えないのっていう感じですよね。で、まだ、これ、進化させてないんですよ。
進化させると確かコストがまた上がっちゃうんですよね。確か55だったと思うんですけど、でもうすぐもう今レベル68だったかな、もうすぐ進化できるんですけど、いやちょっと考えちゃいますよね。進化させたいけどコスト上がるのがちょっとって思うので、なんか考えようですね。なんか白ひげいいけどコストが高いっていうのがね、どうなんですかね。よし、スモーカー来た。まあ、きっと持ってない方からしたらあれですよね、贅沢な悩みですよね。はい、すいません。よし、そしたらじゃあ必殺技のオンパレードで白ひげです。そしてで、ルフィ、お、どうした、頑張れ。で、キットもいっちゃいますかね。あ、キット。キットどうでしょう。私、この進化後で当たったんですよ。嬉しかったですね、この時も。なんかこういう大、なんていうの、大物っていうんですか、当たるとなんか止まりますね、フリーズしますね、えっていう感じで、はっ、あっっていう感じでしたね。嬉しかった。ミスる。ミスる。そしたらどうしますか。よし、出そうですね。よかった。じゃあ、せっかくなんで。よし。あ、よかった。クリアできました。よかった。よし、スモーカーも落ちたし。いいですね。はい。はい、ということで、スモーカーのエキスパートでした。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバーイ。